ウェイスリング男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。1907年に、サミュエル・モンタギューが受け爵されたことに始まる。一族の旧邸宅である、サウス・ストーナム・ハウス初代男爵、サミュエル・モンタギュー銀行家ムージズ・サミュエルは、1894年に、連合王国純男爵くらいの純男爵に除された、ほか、1907年には、 連合王国貴族として、サウサンプトン州、スウェースリングのスウェースリング男爵に、上る爵した。初代男爵の後はその息子ルイスが爵位を相続した。二代男爵ルイスは、父の事業を継ぎ、サミュエル・モンタギュー &CEO、代表取締役を務めた。三代男爵スチュアートは、クレナディアガーズ連帯付将校として、第一次世界大戦に従軍したという。 その孫にあたる五代男爵チャールズが2020年、現在のスウェースリング男爵家元当主である。かつての一族の邸宅には、サウサンプトン州に位置したサウスストーナムハウスや、タウンヒルパークハウスがあった。元当主である、第五代、スウェースリング男爵チャールズ・エドガー・サミュエル・モンタギューは、以下の爵を有する。推定相続人は、元当主のいとこにあたる。 ルパート・アンソニー・サミュエル・モンタギュー。彼はその名前を、モンタギューと改名した後、1894年には、直居を得て、サミュエル・モンタギュー制に改正している。ありがとうございます。